ぎさんの真似してればうさぎさんも怖がらないよ。お兄ちゃんもやって。情報は本当だったみたいだな。よし、早速捕まえちまおうぜ。なんでプチグリフォンさん捕まえちゃうの？あ？なんだこのガキは。あいつの毛皮は高く売れるんだ。国からは禁止されてるけどな。わかったらどっか行きやがれ。チグリフォンさんの毛皮？そんなことしちゃダメ！かわいそうだよ！ねえ、
くそ、うろちょろと鬱陶しいな。邪魔すんな。邪魔しようってのか。そこをどけがれ。口ほどにもね。そこでぶっ倒れてるんだな。これで邪魔者はいねえな。じゃ、さっさと捕まえちまおうぜ。鳴き声、そっちにもプチグリフォンがいるのか。てめえかよ、俺たちを騙しやがったな。喧嘩売ってんのか。お兄ちゃんがあの人たちを引き止めてくれてるよ。プチグリフォンさん、今のうちに逃げて。うわ、急にどうしたの。ミミと一緒がいいの。いいよ、一緒に逃げよう。背中あったかい。 おい、あいつら逃げようとしてるぞ。そうはいくか、ネット上を撃て。ネットに捕まっちゃった。プチグリフォンさんも動けなくなっちゃった。すごーい。ミミ、お空飛んでるよ。お空を飛ぶよ。パッタパッタピュンピュン、どこまでも飛んでっちゃうよ。
困ってるといつも助けてくれる大事なお友達だよ。急ぎちゃんも京香ちゃんも大好き。え？どういうところが好きなのか？みそぎちゃんはね、ちょっといたずら好きだけど明るくて元気でね、いつも楽しそうなところ。どんな風に元気なの？それじゃあさっきみたいに真似してみるね。みそぎだよ、キャハー。よーし、お兄ちゃんにいたずらしちゃうぞ。頭のリボンつけて、服にレースつけて、ふわふわ可愛くしちゃうよ。え、みそぎちゃんならもっとすごいいたずらするの？どんないたずら？落とし穴とかたらい？ミミ、そんないたずらできないよ。みそぎちゃんみたいになるのは難しいよ。え、今度は京香ちゃん？京香ちゃんはね、優しくて頭が良くて、ちょっと怒りっぽいけど、ミミのために注意してくれるから大好き。どんな感じかっていうとね、京香です。人参は美味しいですね。それに栄養が豊富なんです。それからうさぎさんはとっても可愛いです。猫さんもリスさんもみんな可愛いですよ。どうかな、京香ちゃんに似てた？本当？嬉しいな。そうじゃないよ。可愛いかどうかじゃなくて、似てたか似てなかったか聞いたんだよ。京香ちゃんみたいに頭のいいお話したかったけど、あんまり上手にできなかった。京香ちゃんみたいになるのも耳には無理だったみたい。お兄ちゃん、そのままでいいってどういうこと？ミミ、このままじゃダメだよ。いいところ全然ないもん。ミミにもいいところいっぱいある？本当に？どこどこ？優しいところ、いつも笑顔なところ、動物さんを大事にするところ。そっか、ミミにもいいところあったんだ。お兄ちゃん、ミミのこといっぱい知ってるね。お兄ちゃんに褒められるとこのままでも大丈夫って思えてきちゃった。ありがとう、ミミね。お兄ちゃんのことも大好き。
いつも飛び箱を失敗しちゃうから、やっぱり自信ないよ。明日どうしよう。え、お兄ちゃんどうしたの？ミミと行きたい場所？ミミも行く。頑張れる子だからあんたも応援してあげなさいよ。あっちの世界の夢の中だけでなくてこっちの世界でもね。それじゃまたね。よし、ミミ頑張る。ピュンタッタルン。